作戦を開始する。クロスベル警備隊所属独立解放部隊および新郎部隊、オープンコンバット。イエスマン。迎撃を開始する。相手は白衛戦の達人どもだ。クーガーを出して距離を保て。いや、血湧き肉を踊る展開ですね。では始めるとしましょう。かしこまりました。獣どもを駆逐しつつ敵両兵団を翻弄する。狙撃に気をつけながら懐を食い破れ。はと東口では戦闘が始まったみたいだな。なあ、ヤバくないか。これでソーニャ司令の部隊がこっちに攻めてきたら大丈夫だろう。政治的な問題が決着するまで静観するって話みたいだし、とにかくケリがつくまで俺たちはただ待ってりゃいいさ。そんな日和見さんの考えでいいのかしら。なんだこの音、どこかで。なあ、赤いアイオン。ごきげんよう。でもこのパテルマテルをあんな人形さんたちと一緒にしないで。はるかにかっこよくて頭がよくて頼りになるんだから。まさか敵なのか。元気さんたちはどうでもいいけど、踏みつぶされたくなかったら下がっているといいわ。ほら来たわよ。その程度の戦力で介入できる勝負じゃない。鉄橋まで下がるぞ。レイ、無茶しないで。私たちも全力で援護するから。パテルマテルは強化されたけど、それでもパワーはあちらが上だ。翻弄しつつ勝機を見出すしかない。うん、分かってる。これ以上あの人たちが暮らす地を勝手にはさせない。
せない。行きましょう、エステル、ユシュア、パテル・マテル。ツンツン頭の神父が言ってた助っ人ってのはエステルちゃんたちだったのかよ。ああ、本人たちたっての希望でリベールから連れてきたらしい。それよりチャンスだね。うん、高額迷彩を解除しつつ南口に降下する。船底のハッチから降りるがいい。わかった、よろしくお願いします。エイドスの加護を。皆さん、どうか気をつけて。私は上空から取材をさせてもらうわ。ま、こっちも動力ネットからバックアップはしてやるぜ。なんとか課長たちと連絡を取りたいけど、なんだこの青白いモヤは。まるで総員や塔で出ていたような。人通りも全然ありませんね。まあ町の外で戦闘が起こっているから避難してるんだろうけど。リオちゃん、なんだ、どうした？中央広場から共鳴音が聞こえます。あの大金です。何？行ってみましょう。これはクロスベル氏を包んでいた結界と同じような。多分同質のものです。そして鐘の共鳴がこのモヤを発生しているのかと。おいおい、何のために。これは気をつけて、周囲から来ます。しかもこれは星見の塔にいた。同じ魔道のゴーレムですが、はるかに危険そうです。とにかくぶっ倒すぞ。ああ、撃破する。敵出現、やっちゃいましょう。エニグマ屈折。任せて。行くよ。我が神秘大いなる神秘を砕け、アカシックアーメン。
よし、レビア行きます。やれよ。なんだ、その程度かね。どうしてあんなのが街中に。まさかおじさまたちが放ったとか。そんな、絶対に許されないです。でも可能性としてはそれが一番ありそうだね。どうやらこの金も関係していそうだけど。また来ます。しまった。やばいな。なんとか突破しないと。課長、ダドリーさんも。やっと来たか。話は後だ。こちらについてこい。合点承知だぜ。無事でいてくれたなんて。しかもヨナ君も無事解放されたんだって。もうこれで思い残すことはないよ。主任、感激しすぎです。でもご無事で何よりでした。はあ、ティオ君が僕の無事を喜んでくれるなんて。1日100回以上エイドスにお祈りを捧げた甲斐があったよ。さすがにうざすぎです。それにしてもよくこんなに集まりましたね。やっぱり大統領への反感が高まってるってことか。ま、当然だろう。昨日だっていきなり全市内に戒厳令と外出禁止令が出されてな。その後、青白いもやが立ち込めたと思ったら、あの有様だ。もはや断じて見過ごせる状況ではない。さすがに逮捕令状は取れませんが、現行犯逮捕という形で大統領一派を抑えるしかないでしょう。はい。そうですね。それしか方法はなさそうです。市民の安全はどうですか？今のところ戒厳令と外出禁止令におとなしく従っているようです。街の外で戦闘が起きているのも影響しているのではないかと。でもいきなりだったから備えのない市民も多いみたいでね。市民会館やホテルなんかに避難している人もいるみたいだし、かなり困ってるんじゃないかな。なるほどな。一刻の猶予もありませんね。しかし大統領一派を抑えるとなると、オルキスタワーを攻略する必要があるってわけだね。ああ、すでに大まかな段取りはできている。市内に残った遊撃士たちと連携もできそうだしな。あとはお前らが来るのを今か今かと待ってたってわけだ。課長、待っててくれて感謝です。それで具体的な段取りはどのような？現在タワー前には先ほどの魔導兵の大軍が守りを固めているようだ。それをここにいる全員と遊撃士たちで強襲する。その隙に突入チームが車両でオルキスタワーに突入。そのままタワーの制圧を開始するっていう段取りね。
なんていうか。かなり強引な段取りだが、勝算はあるのかよ。どうやら国防軍のほとんどは市外に回されているらしい。おそらくタワー内にいるのはアリオスをはじめ少数のはずだ。ジオフロントからのルートは相変わらず封鎖されとるからな。この辺りが現状で取れる最善の策といったところだろう。なるほど。そうなると、その突入チームというのはもう決まってるんですか？いや、これからだが。お前たち、まさか。ええ、できれば突入チームは俺たちに任せてください。タワーにいるキーヤをこの手で取り戻すためにも。ああ、そいつばかりは他の連中には譲れねえな。タワー内のセキュリティなら私がいれば役立ちます。私もベルやおじさまを直接問い詰めたいと思います。一度国防軍として彼らに加担した身ですけれど、だからこそ放っておけません。まあ、このメンツだったら修羅場もくぐり抜けてるしね。チームワークのことを考えるとうってつけなんじゃないかな。きっとお役に立ってみせます。お前たち。やれやれ、あのひよっこどもがすっかりいっちゃまえの顔になったもんだ。課長。ま、いいだろう。突入チームはお前らに任せる。だが、すべての段取りが整ってるわけじゃなくてな。もう少し待ってもらうぞ。というと？オルキスタワーへのハッキングを進めている最中なんだ。あと1時間ちょいでアクセスが可能になるはずさ。あ、本当ですか？ああ、そうなれば突入チームへのバックアップもしやすくなるし、通信妨害も解除できるだろう。それとギルドや各方面にも改めて連絡を入れる必要がある。とにかくお前たちが突入チームに回るという前提で最終的な段取りを詰めるぞ。それじゃあダドリーさんも突入チームに？ああ、通商会議の警備でオルキスタワーの構造にも通じているからな。市街地を行くならある程度案内もできるだろう。それに大統領の逮捕ともなれば支援課だけに任せてはおけん。やれやれ、またかよ。もはやお約束ですね。でも助かります。突入に使用する動力車ですけど、本当に支援課の車両を？ああ、現時点で一番馬力とスピードの双方を合わせ持っている車種だ。市街地を強行突破するにはまさにうってつけだろう。確かに。まあ、支援課に残っているなら利用しない手はないよね。ですが、この数で市街地を動くとさすがに目立ちそうですね。ならば同行するメンバーを絞り込むがいい。それ以外のものはここで待機していればいいだろう。了解しました。